蒲田にね、煮干しがめっちゃ濃厚で美味しいラーメン屋さんができたっていうね、噂を聞いてたんだけど、なかなか入れなかったのよ。で、ここのお店ね、普通の煮干しそばとかもすごいらしいんだけど、特にプレミアム煮干プレッソだから、煮干しをエスプレッソみたいにゲゲゲゲってしてるんでしょ、それをね、ちょっとね、おばちゃん頼んでみた。それだと、本日の替え玉って言っても、その日によってさ、変わるらしいんだけど、エビ味の替え玉だとね、牡蠣の和え玉ってなったのよ。牡蠣なんて変わってんじゃん。だからおばちゃん、これちょっとチョイスしてみました。でもすごい人気よ。本当にね、10分前ぐらいにおばちゃん到着したのよ。で、その時さ、もうお客さんダダッと入って、あ、じゃあ並ぼうかなと思ってさ、で、おばちゃん自転車を降りて、で、あの、お店の前まで向かってったら、あっという間にさ、お客さんがダダダダダって、で、変なおっちゃんがさ、割り込みしてきてさ、いなかったでしょって言われ、おばちゃんが到着して、並んだと同時にグッと入ってきたのよ。で、ブーブー言うからさ、まあ、あなたが良ければいいですよっていう。大人じゃない？ねえ、みんなちょっと聞いてる？これがね、大人なレディーだと思う。素敵よね、おばちゃん。すごく大人なレディーだと思う。いや、でも実際は、ちょっと怖そうな人だからビビったって噂あるけど。いや、ビビってねえし。全然ビビってねえし。いや、もうすごい煮干しってる。なんだろう、この煮干しがすごいところってえぐみっていうの、なんかぐわっとなんか苦い感じするじゃん。ここ一切しないね。なんか滑らかだけどめっちゃ煮干しってるっていう感じ。右端のなんか茶色い部分、これなんか魚粉よ。
これ合わせるとまたね、味がガラッと変わんのよ。このね、目にぶっかかってるやつ、これがね、なんて言ったらいいのかな、まあ、このお腹にさっきの味わいをぶっ込んだみたいな、かじってる、すごく美味しいね、ここマジ感動しちゃったわ。ただね、注意は必要よ。食べ終わった後ね、自分の息がね、えげつないことになっとんのや。いや、もうね、煮干し吐き出してるみたい。多分ね、にゃんこにはモテると思う。でも、ねえ、キスはできません。多分ニンニクいっぱい入れてる、なんかラーメン食べたよりもね、こっちの方が拒否されんじゃないかな。これをね、食べた日は確実に、だってタチミって言われるわよ。100% ダントタッチミって言われるんだからね。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。